ちゃしんどいんですよ。体がもう起きれなくて、もう体が半分死にかけてて。ねえママ、15分だけちょっと寝て、そこから起きて、で朝5時まで練習して家に帰るじゃないですか。家に帰って、じゃあやっと2時間寝るねってなるけど、なんか起きたら立ち位置を全て忘れていそうで、まず2時間寝れないんですよ。でも浅く深くとかじゃなくて、もう浅く深くがあるとすればもう浅くみたいな感じで、でもなんか起きた、なんかもうあれですよね、起きたら世界がなくなっていますようにって思うぐらいちょっとしんどかったんですけど、そうなんですよ。そう、48グループね、ちょっと卒業多いですね最近ね。で昇格発表の時、まあ昇格できるかまず分からないと思ってましたよ。私はなんかもう絶対昇格できないんだろうなって気持ちで半ば半分やってましたもんね、お母さん。うん、私は昇格できないんだろうなと思って、このままアンダーをやり続けて生きていくんでしょうねと思いながらやってましたよね。で学校にも行かなきゃいけなかったし、で私はああって感じで、うん、しんどいというより恐怖心でした。はい、で今はこんな感じで、今でもね、新しいポジション覚えろって言われたら恐怖を感じますね。あ、またあれが蘇ると思って、もうなんか今回はあの10、もともと8人バージョンを私はチームイ公演でやってたんですけど、復活したら12人バージョンに変わっていて、それで12人バージョンをまず私は覚えて一人で、で、あの頃の君を見つけたっていう曲を覚えて、で卒業の分を決めて出たんですけど、それはね全然ね、あの問題なかった、全然あの変なことも起こらず、あのここの立ち位置分かんないともならずうまくいきましたので、それはなんか成長ですね。みがいちゃんの昇格発表嬉しかったですよ、ありがとうございます。私はあれはちょっとびっくりしましたね。何がおーって感じでした。おーってなってて、そんな過去があったんですよ。足怪我したね。足は怪我するし、そんな感じだったかな。怪我したまま次の日マネージャーさんに言わず出たりとかしてましたね。いい思い出ですよ、あれは。いい思い出なのかっていう話がありましたね。はい、話を変えましょう。これが今日のお話です。イエーイイエーイ。そうそう、昇格チームイって言われた時、どこをどうしたらいいか私分かんなかったからですかね。はい、皆さん髪の毛を切ったももちゃんは見ましたか？見てないよね。おいでもも。なんかね、ももちゃんもじゃもじゃだったでしょ、この前まで。やっとね、散髪ができました。予約とか取れなくてね。モムちゃん、カモン。あれ、いや、モムちゃんです。はい、スクショタイムでした。可愛いでしょ。
うちの子の、あ、誕生日おめでとう、ありがとう、うちの可愛い可愛い妹ですよ、私の。ちょっと眠たくてね、最近フンフン言うんですよ、はい、そうなんです。私もね、かという私もさっきまで寝てたので、顔がむくむはちょっとうんって感じですけど、スクショタイマーさ最初に言ってよ、さしてよさしてよごめんごめん、言うね今度から。あんまり変わっていないように見える？わあ、変わってないって。ももこれは女の子としてちょっと傷つくね。女の子はね、3センチでも切ったよ。でもももはめっちゃ切ったよね、ママ。でももも切った、うん、そうなんですよ。いやさ、皆さん最近ですね、ご飯をですね、ご馳走していただく機会、いやももちゃん、ご飯をご馳走していただく機会がね多いんですよ。お母さん、お母さん聞こえてる？うん、なんかありがたいですよね。感謝ですね。はい、すごく。まあ横にゃんにも食べさせてもらったし、なんかね、あの横にゃんにもご馳走していただいて本当に嬉しかったですね。あのあのですね、はい、ゆこにゃんにもご馳走していただいたりとか、その他もろもろですけど、言っていいのか言っちゃいけないのか分かんないから、ってか言わないから言わないけど、もうすごく美味しかったりとか、幸せでしたよ、みんな、みんな幸せだったよ。もうさ、なんかあの本当はね、いつも私払うつもりなの、本当に払うつもりなんだけど、よこにゃんとかがこう私が伝票見て、あ、これいくらだね、あ、別々に払うからこうだねと思ったら、え、払うよとか払うからって、いやいやいや払うよ、払うからって言われて、儲けてんねって最後の一言、私の最後の一言は毎回儲けてんなーって、稼いでるねーって言っていくんですけど、すごくね。でもなんかおごってもらっていいのかなって、おごってもらってっていうのはちょっとあんまり綺麗な言葉じゃないですけど、ご馳走していただいてですね、あのいいのでしょうかと思って、たまに変な動きするんですよ私、レジの前で。後ずさったり前行ったり、後ずさったり前行ったり、後ずさったり前行ったり、ちょっと横行ったり、ちょっと右行ったりみたいなことをよくするんですよ。で、なんかめっちゃ頭下げるんですよ、しかもありがとうございますとか、ありがとうっていうので頭下げたりとか、なんか立ち往生するんだよねなんかちょっと一種のステップを踏んでるんですかっていう。でも、はい、美味しいですよ、幸せですそうなんですよ、ありがたいですね本当に。幸せが顔ににじみ出てるでしょ。だって食べること大好きだ。私の幸せを皆さん知っていますか？私の幸せはご飯を食べることなんです。ご飯を食べて寝ること。そんな私がダイエットに成功したことを皆さんも褒めてください。みんな褒めるんや、褒めるんや。聞こえないですね、みんな声援が全然足りませんよ、聞こえないですね何の邪魔になってなりますけど、本当に食べることが一番好きなんですよ。なんでかっていうと、今日お昼ご飯食べるじゃないですか。え、今日のお昼ご飯食べながら今日の夜ご飯何って聞くタイプの人間なんです、母親に。やばいですよね、それぐらいの食いしん坊で、もう油物大好きっていうぐらいの女の子が成長期真っ只中でダイエットをしたんですよ。天才じゃない？みんな褒めてあげて、よし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 
リアクションですか、ごちそうしてあげたくなるリアクションって何ですか。私カニ歩きみたいになるんだよでもなんかそう、食べることが幸せなんですよ。なんか食べてる時は全てを忘れられるんです。食と向き合ってるっていうか、あのね、幸せだなって言って食べるんですけど、あと私、皆さん知ってますか、私一人でラーメンとか食べに行くそうですよ一回握手会の時に一人焼肉にも行ったし、一人ラーメンにも行ったし、一人でケンタッキーも食べたし、もうなんかかわいそうな子みたいに見えるかもしれないですけど、周りからご飯に執着がすごいんですよ。例えば東京行ったら、あの東京でここが美味しいねって聞いたら、あのそう食べに行くんですよ私。わかる？握手会でお泊りとかだったら、なんかちょっと調べて食べに行ってたこともありましたし、ありましたね。だからもうなんか一人最高って思う時があるんですけど、食はね幸せですよ。でなんかケンタッキーを買って部屋の中に持って帰って、テレビとかあのアマゾンプライムとかをホテルでつけて食べながら見るんですよ。こうやって、おーちゃん落ちていかないで、でも見るんですよ。私はそれが幸せなんですよ。美味しい、ラーメンは何味が好きですか。私はね、家系ラーメンを最後に食べた思い出があるから、家系ラーメンめちゃくちゃ好きですね。一人焼肉よくするよ。一人焼肉、あ、お一人様上級者ですよ。なんかね、でもね、たまに気まずかった時があるんですよ。横がカップルだったんですよ。でカップルで、私何だったっけな、カップルが横にいてキャッケー騒いでる時、騒いでる横で私一人で焼肉を食べてたんですよ。めっちゃ横で見られるの。私はもう前にお肉と共に過ごしてたのに、横からもなんかすごい目で見られてるんですよ。いいじゃん一人でご飯食べたってと思ったりとか、しかもなんか握手会の帰りだから結構綺麗な格好してるんですよ。綺麗な格好してる女の子が一人で家系ラーメンを食べに来てるっていう、うん、すごくびっくりしてる、周りがすごくびっくりしてたんですけど、やっぱり美味しいんですよ。宿泊先で部屋飲みしてそう、否定はできないな、ママ。私二十歳になったら宿泊先で部屋飲みしてそうだって。否定はできないね。そう、一人焼肉に特化したお店があるんですけど、私は普通の焼肉屋さんに一人で行きたいんですよいやでもね、人と食べるご飯はめちゃくちゃ幸せなんです。人と食べるご飯に越したことはないんですけど、なぜ行く人がいないんですよ行く人がいないの。なんか私が行きたい時に会う人がいないんですよ。わかりますか、ソリが会う人がいないの、ご飯の食について。違うんですよ。それが会う人がいればもう私はもう一緒にもう引きずり回して連れていくと思うんですけど、いないんです、いないの。だから生きてるだけで、あの人と食べる、私はね、だから人と食べるご飯が一番幸せだなって感じたのは、あのちょっと今まで一人暮らしをしてたんですよね。でもなんか、いや、この前までお母さんとお父さんとかお母さんと二人でいてご飯をめちゃくちゃ食べれてたのに、なんだか急に一人になって瞬間にご飯作るのめんどくさいし、ご飯食べるのめんどくさいし、なんかいつもだったら食べられてる量が全く食べれなくなるっていう現象に襲われたんですよ。そう、だからやっぱり人と食べないと私は楽しく食べれないんだなと思います。そこはね、はい、人と食べるご飯はいろんな意味で幸せなんですけど、一人で楽しめるのも必要だと思います。あのたまにですよ、私は一人で食べに行くのはたまにです。うーん、握手会があってちょっと元気だったりとか、まあ、門限、帰ってくる門限が大丈夫かなって思った時は食べに行ってましたね。
なんかね、私のプライドが許さなかったの。コンビニで買って部屋で食べるのが、あ、まあ、許さなかったの、私の中の食のプライドが。こっちにホテルを出たら、あそこにちょっと2分ぐらい歩いたらケンタッキーがあって、こっちにピザ屋さんがあって、こっちに家系ラーメンがあるんですよ。どうして歩きに行かないのってなるじゃないですか。食べてた、すごく幸せだった。っていうね、ご飯の食べ方を私はするんですけど、そうだから私が一人暮らしを始めたら本当にご飯を食べない人間になるだろうなって思います。ねえママ、食べてください。え、違うの、だって作るのめんどくさいじゃん。作るのめんどくさいし、食費は、一人分の食費は高いしね、そんなウーバーイーツできますみたいな、それぐらいのを儲けてるわけじゃないですしね。まだ18歳だから、19歳か、明日で19歳だから、そこら辺はちゃんと、うん、なんかちょっと節約を覚えた方がいいじゃないですか、明日何が起きるかわからないのに。でもなんかもうカップラーメン1個でなんかいけるなと思う時があるんですよ。私結構ご飯を食べるタイプなのに、朝ごはんを野菜ジュースだけにして、お昼はカップラーメンで、夜ご飯はまあ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 、野菜でいいかなみたいな、なんかもうこういう感じになるんですよ。ダメだよね。めんどくさいな。まとめて作って小分けの冷凍しといたことがあるんですよ。でもなんか次の日にその味が食べたいかって言われると食べたくないとか。そう、わがままなんですよ。夕方のスーパーの値引きは狙って行ってましたけど、なんか美味しいか美味しくないかって言われたら、いや自炊できるんですよ。でもなんか自分のためにご飯を作るのってなんかめんどくさくないですか。それだったら寝たいなって思うタイプに私は生まれ変わってしまったんですよ。みんなあるじゃないですか、こう例えば自分のためにご飯を作るのが幸せとかあるじゃないですか。こう趣味は自分のためにご飯を作って食べるとか、人にご飯を振る舞うとか、ご飯を作ってる時が幸せとか、私の幸せは誰かとご飯を食べてるか、え、もう嫌だしょ、もうお母さんお茶ちょうだい、ちょっと行けないじゃん、歩いて。私は今ファンの人と話してるの、歩いて。ダメだ、素が出てる。深い願いの他人のために食事を作る会、ここ見えてるからね、ここから、あ、そっから行ける。そう、そう、ねがいちゃんかわいい。そうなんですよ。だからなんか、うん、私の趣味は今殺戮の天使っていう漫画を読んでるんですよ。でゲーム実況も見てるんですけど、ちょっとグロテスクなんですよね、殺戮の天使って。なんか、うん、気持ち悪いと言われれば気持ち悪いと感じる人もいますけど、殺戮の天使が好きだったりとか、異世界転生系が好きなんですけど、そういうのを読んでこう幸せを得るタイプなんですよ。もともと昔はご飯を食べるタイプだったんですけど、なんか、まあ、一人暮らしとかをするようになって、まあ、そうはならないようになったっていう。今は殺戮の天使とかを見たりしたり、 YouTube は見ます。うわー大丈夫そう、YouTube を見ながらお風呂に入ったりする。お風呂ストレス発散だよね、私の中の、うん、お風呂の中でジップロックに入れてこう YouTube をガーって見て音楽流して、なんかもう
お部屋カラオケみたいにして一人でぴょん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 飛び跳ねながらお風呂入ってるんですけど、そんなところを他人に見られたらドン引かれること間違いなしですね。特殊じゃないよ、クロウーロンちゃんだよ。異世界転生、ネガイさんは何に転生したい？目つぶったら寝るぞ。ちょっと待って、本当にわかんないです。動物じゃない、動物は嫌だ。漫画の中の主人公とか。居酒屋のぶとかめっちゃ好きですよ私ちょっと待ってください。二十歳未満で居酒屋のぶとかで、あとなんか霊酒とか熱燗とかっていうやつが出てくるんですよ漫画の中で。霊酒とか熱燗とかを見たらやっぱ飲んでみたいなって思いました。居酒屋のぶね、めっちゃ美味しいよあれ、見てて美味しいもん。いや私は練習とか飲んだことないですよ、やめて、変な疑いをかけるのやめてください。私はルールを守るタイプの女なんです。めあちょっと勝手になんか焦って勝手に、あすごくねいいんですよ本当に。日本酒似合いそうですか。そうあれめっちゃ好きで読んでて、あれでダイエットしてた時ありますよ私。なんかダイエット真っ只中で居酒屋のぶの漫画を見たり居酒屋のぶのアニメを見てお腹いっぱいにさせるっていうやつをしました。ありがとう誕生日。本当は飲んだことあるよね。いいえ、いいえ、ててててて連れてきた人泣きさなで走る嫁。なんか TikTok で流行ってませんでした？マジ TikTok はカシスオレンジを飲むタイプだと思う。ねえ、しょさんさ、あれなんですよ私、カシスオレンジってすごい美味しいって聞くんですよ。ちょっと19歳に明日になるから話すんですけど、カシスオレンジってすごく美味しいっていう話は聞くんですけど、なんか漫画の中の嫌われる典型的な女の子とか、なんか現実世界で嫌われる典型的な女の子の描写で書かれてるのが、なんかカシスオレンジを同窓会とかなんか飲み会で頼む女の子は可愛こぶってるとかいうのがあるんですけど、そういうイメージあるんですか？ただ美味しいから頼むっていう人いません？何の話をしてるんだろう私は。ショールームでまだ一応アイドルなのに、めぐみの人紅白で見たパパと一緒にやってました。頼みそう、みんながあんまりみたいな、みんなあんまりなんかそれ可愛く打ってるよね、それ可愛く打ってるよねみたいなことをなんか言ってる、よく書いてあるじゃないですか。なんでなんですかねあれ、なんで飲み会とかで嫌われるんですかねああいうの。なんかよくさ出てくるじゃんアニメとかでも、うわーなんかすごい可愛くぶってる、今カシスオレンジ頼んだよ、やだね本当に、あーみたいなこと言ってるじゃないですか。何、なんでなんでしょう。お酒を飲める皆さん教えてください。ゴンチャは何の味が好きですか？ゴンチャ行ったことあったっけ、わかんない、私ゴンチャに行ったことあないわ。カシオレは頼む人多いイメージ、あーやっぱりそうか、あれかな、うーん昔のイメージなのかな、そのカシオレス、カシオレを頼むの女の子はなんかちょっと可愛いこぶってるっていうやつ。
わかんないですね。私二十歳になったら言ってみよう。カシスオレンジ飲みたいですウェイとか。これは最初から酔ってる人だわ。カシスオレンジ飲みたいですって言えばいいんですか。はい、大変ですねみんな。実際にカシスオレンジ飲んだことあるけど普通に美味しいわ。そうなんだ。カシスオレンジ私的にはオレンジジュース感覚で飲んじゃうけどな。酔わないんですかそれで。かわいいよ。なんか最近かわいいよって言われることがねすごく増えたんですよ。ふうに焼けちゃう気持ち悪い。ママママこっち向いて。今のの私すごく気持ち悪かった。いやね、かわいいねって言われる。気持ち悪いのはネイピョンだから。気持ち悪いのはネイピョンだから。ちょっと待ってください。バカにしてますよね。一回バトりますか。いやいやいや20歳になったらまずカシオレ注文ですね。そうですね。ちょっと実際にカシオレをカシオショーレンジ注文するときに噛まずに言えるかな。カシスオレンジお願いしますって。そうそうそう、バドりますかっつって。すそうそうね、なんかすごい可愛いねって言われることがちょっとなんかここ最近ちょっと機会が多かったんですよ。な、幸せですね。なんかあー思い出すだけでワカメのダンスを踊ってしまいそうですね。これをマネージャーさんとかが見てたら私は一瞬でこいつ何やっとんやって言われますね。ちょっと落ち着きましょうか。ふぅでも私女の子なのでそれ可愛いって言われたいですよ。可愛いって言われるキャラじゃなかったんです今までね。今のこんなバカみたいな感じが私の素なんですよ。こういう感じが家で急に踊り出したりするのがお父さんに気持ち悪いってよく言われるけど、そういうのが私なんですよ。可愛いって言われたらやっぱ耐性ないじゃないですか。例えば井上瑠香ちゃんが可愛いねって言われたらそれはもうあの子は慣れてると思います。可愛いね可愛いね可愛いねって言われ慣れてると思います。もうルちゃんも可愛いもん。でもその可愛いねって言われるキャラじゃないとかキャラじゃなくてもそういうタイプの人間じゃなかった場合、可愛いねってこうさりげなく言われたりとか、こうなんていうんですか、あの普通に素直に言われてしまったらなんていうんですかね、対応が困るんですよ。どうしたらいいんですかね。いやなんかもうすごく自己肯定感が低いので、え、そんな本当そんなことないですよってもう目がん開きで言っちゃうんですけど、これからはありがとうございますって言おうと思います。思い出すだけで幸せですね。なんか可愛いねとか言ってもらったことを思い出すと、はい、ここ数日間でちょっと自信が持てました。最近願いが一番可愛いよ。そうすごい、それがなんかなんていうんですか、新鮮なんですよ。なんでそんなみたいな。恐れ入ります。違うんですよ、なんかわかんない、人との距離の詰め方が最近わからないよ。おぎゃーおぎゃーじゃない。ちょっとお母さんこれお酒でも入れました。いやそれお酒ないから入れませんよ。そうですよね。19歳に明日なります。そう、ド直球の褒め言葉に弱いんですよ。なんかでもなんかちょっと私は疑い深い人間だったので今まで、これはお世辞なのかなっていう顔をするんですよね。それを相手が察するんですよ。ダメですね、これは素直に受け取らないといけませんね。あはははじゃあ本当にお母さん、お母さん、はい、助けて。うるさいよ。後でちょっと
思い出せない。パート3は、私これ以上言ったらやばいこと言っちゃいそう。自分のなんでお母さんは後でちょっとバトってきますね。レディファイト、拳で、拳で好きです。ありがとうございます。はい、18歳最後も暴走するネガイちゃん最高に可愛い。ネガイちゃんの弱点見っけ。あ、可愛いって言われるわ。これはいい弱点なんじゃないかな、知らんわ。ネガイちゃんを口説くには褒め倒せば OK です。そう、褒め倒せば OK です。だから違うの、本当に本気で褒めてもらえるのが私は嬉しいんですよ。家族たちは酒癖ありますか？ないです。うん、お母さんだけ顔真っ赤っかになったりするけど、ないですね。本当にお化けみたい。お父さんとお父さんとお姉ちゃんお化けみたい。何杯飲んでも酔わないんだもん多分ね。分かんない、私はお酒を飲んだことがないから強いか弱いかで言えば多分分かんないんだけど、まあ、強いっぽいよってちょっと言われるんですよ多分ね。あのマネージャーさんとかにも何回か言われたことあるので。だから強いんだろうけど、多分お父さんとお姉ちゃんは、まあ、お母さんはちょっと池にでも落としておいてください。なんでや、池にでもちょっと橋の下でも置いてきて、お父さんとお姉ちゃんはちょっと私と多分別次元に住んでいらっしゃるんですね。こうなんて言うんですか、そう、別次元に多分住んでるというか、多分肝臓が2つぐらいあるんだと思います。お母さんそうじゃない、全然変わらない。そう、全然変わらないから多分肝臓が2つぐらいあるんだと思います。人間って肝臓多分1個しかないじゃないですか。わかんない、私生体物生体人間の体についてちょっと今ね、かっこよくなんか横文字のなんか英語、横文字は英語か、あの漢字で生体なんたらこんたらこんたらみたいなことを言おうと思ったけど無理です。この頭じゃ無理でした。普通に人間の体の仕組みについては私は全然わかんないので分かりませんけど、なんか将来悪い男に引っかかりそうで心配ですね。私がですか？大丈夫です。大丈夫、それは。許しません。そうです。あの知り合いの方とか父親の前に連れて行って、この方はどう思いますでしょうか。っていう。お父さんとお母さんの前か、その知り合いのちゃんとした方々の前に連れてきたの、この人のことが好きでちょっと両思いでちょっと最近ちょっとお付き合い始めてるんですけど大丈夫ですかねって言って、ダメですって言われたら、あの素直に多分分かれると思います。怖いじゃんだって。ディズニーみたいに綺麗に行かないって聞いたことがある。恋愛はママね、えママ、私はディズニーに怒っている。 I want Disney Disney ジャン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 チャラララララチャチャチャ。え、腎臓って2つあるの？え、肝臓は2つないよね。私どっち言った？肝臓だよね。まあどっちもいいや。なんかね、あのなんかだよ。肝臓って言ってた？じゃあ間違ってないね。うん、私が膵臓だったっけ、腎臓だったっけ、なんだっけ、腎臓が2つ、腎臓が2つあるとかないとかを知らない。